びっくり箱びっくり箱は箱の中に人形などを仕込み開くとバネなどでの力で中身が外へ出てくる玩具のこと。転じて想定しないものが飛び出してくる容器もこのように呼ばれることがある。びっくり箱は他人を驚かしてからかったりするためのおもちゃであるがまま罪のないいたずらの範疇とみなされる。これらは箱内部にバネ、ゴムなどの歪みによって 男性エネルギーを蓄えている機械要素が配置され、箱を閉めてあるとメガネが外されると、解放された運動エネルギーによってその内容物が飛び出してくる。バネ以外にも様々な機構を備えたびっくり箱も見られ、例えば蓋を開けると音を立てながら伸びる人形が出てきたりするものもある。近年ではセンサなど電子技術の応用でメッセージ録音に対応しているものもある。似たようなものは、 ジョークグッズやいたずら玩具にたたみられる。日本などでも手品用品やバラエティグッズなどを扱う店では、サソリの卵あるいはサソリの標本や呪いの袋と題したおどろおどろしい封筒が販売されていることがある。この中身は輪ゴムと板でできたねじりの形で男性エネルギーを蓄えた簡単な装置なのであるが、封筒を開けようとすると、 装置に蓄えられたねじれが解放され、突然封筒の中から摩擦音がすることから開けようとしたものが驚くというものである。同様のものが沖縄の土産物屋ではハブの卵として販売されている。アメリカなどでは大人向け誕生日などのジョークとして大きなプレゼントの箱にヌードダンサーが隠れていて開けると出てきて踊るなどして驚かせる遊びがある。これは、いわゆる サプライズと呼ばれるもので、体内いたずらないし悪ふざけの範疇で、この類型としては何らかの艦隊の席を、当人に内緒で計画、準備して、突然にその場に招き込むといったことも行われる。ありがとうございます。